よし、立体軌道で女型の巨人に接近しよう。ぼさっとしてんじゃねえ、行くぞ。逃がすかよ、絶対にここでとっ捕まえてやる。遅くを振りほどきやった。逃がさない、絶対に。女型の巨人が壁に近づいてるぞ、絶対に逃がすな。もうすぐ女型が壁に近づく、今度こそ仕留める。みんな攻めかかれ。罠にかかった。やるなら今しかねえ。女型の巨人を逃がすな、絶対にここから外へは行かせん。絶対に逃がすもんか、必ずここで捕獲する。決着をつける、必ず。あんなに体力が残ってやがるのか。畜生、どうしろってんだよ。けどきっと女型の巨人も疲弊してるはずだ。体勢を立て直して一斉に攻撃を仕掛けよう。その日、100年の兵。おい、貴様！まずは立体機動術の基本、移動からだ。そうか、お前もバカみてえな名前だな。まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。遅い！何をちんたらしている！
貴様が1位だ。これで立派なおとりになれるぞ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。まずは小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。実技は苦手だけど、なんとかしないと。訓練なのに緊張してきた。貴様は次の訓練に進め。他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。先に行かれちまった。やっぱり僕には向いてないのか。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。今のはどうせまぐれだろう。もう一回攻撃してみろ。点だ。大型の巨人は攻撃部位の素早い選定が肝だと覚えておけ。面倒な訓練だな。サボっちまうか。おい、さっさと次の訓練地点へ向かえ。